こんにちは、今日もねちょっとレッスンをしてて気がついたことを気になったことをねちょっと題材にお話しようと思うんだけど指をでお金のその穴指穴を押さえますよね。でその時にねまあ音階で例えばドから順番に上がっていく時っていうのは指だんだん離していくわけやからこれはまあ問題ないですよね。要するに押さえ方の失敗がない、要は指先指の腹のところで指穴押さえるでしょ。その時にこれがちょっとずれてその穴に隙間がね指との間に隙間が出るともう絶対音は高くなるわけね。もう 100% 高くなる、ね、でそういうことがまあ音階上がっていく時で離していく時には起こらない、まあ、順番離していくわけだから全然問題ないね。ところが降りてくる時に1個ずつ基本的に1個ずつ 指をこう押さえていかなあかんでしょ。でその時に例えばドから降りてきた時にドシラソの音の時の指穴がちょっとでも隙間空いてるとちゃんと塞がってなくてその音はもちろん高くなるしそれより下の音は全部高くなります。これ大問題。ちょっと実演してみるとね、ドシラソファミレって吹いてみるね。ドシラソファミレ。ところでちょっと今からわざとらしくその時に押さえ方を指の穴指をちょっとずらしてわざとらしく隙間を開けたらそうから下がどうなるか。ってなことにまあなっちゃうわけね。で今の僕がやったそのこの指右手の薬指ね、その指だけをちょっとわざとずらしたね。でそっから後のファミレードの時の右手のこの4本の指は全くずらしてないのね、全く問題なく押さえてたわけね。けどその時にすでに隙間が空いてるからその下はさっきも言ったように全部高くなってしまうわけね。でこれをなんとかせなあかんでしょ。別に今そのとこを例に出したけどそうだけじゃなくて他の音もうどの指もそうやね、10本の指全部そうですよね。で一番ややこしいのがやっぱり低い方の C とかラね。でこれをどうやって抑えるかやけどその時にねさっきちょっと耳にしたことでね、ある先生がちゃんと塞がってなかったら指をしっかり押さえなさいとギュッとっておっしゃったっていうんだけど、これは皆さんどう思いますかね。僕はこれはねもう大大間違いだと思います。いろいろ理由はあります。で一つはそう隙間があってさっきみたいに騒の音がねちゃんと出へんのはなぜかというと なぜ隙間が空くかっていうことだね、まずね。でそれはなぜ隙間が空くか言うたら指の位置が悪いんですよ。指の腹の部分いや一番柔らかいとこね、そこが例えばそうやったらそのところの指穴にちゃんと来てないからね、隙間が空くわけでしょ。でこれ隙間が空いてる状態で音が変やったらしっかり押さえなさいって言われてそのままなんぼ強く押さえても絶対無理です。そうでしょ、場所がずれてるわけやからずれてるところでなんぼ力強く押してもそんなん塞がるわけないでしょね。それが大きな理由の一つ。それから二つ目はなぜダメかっていう理由ね。二つ目は力を入れたら指先に力が入るわけだから硬くなります。そしたら指の表面が普通より硬くなっちゃって力が入ってね、なんていうかな、こううまく弾力性が保てなくなるのね。そうすると余計塞がらなくなる。これ二つ目。で三つ目、力を入れなあかんようやったら指のその動きがもうめちゃくちゃスムーズじゃなくなります。細かい音、細かい音符なんか吹けへんですよ、力入れてたらね。その3つの大きな理由。じゃあどうするか、さっきの1個目の理由の時のことやけどね、まず場所をちゃんとやる。指穴と指の腹のところの場所が OK かどうか、真上真下に来てるかどうかで、それさえ完璧やったら1ね、やったら全然力入れません、入れ
ませんじゃなくて、いりません。ね、何もソーファーって吹くときにね、見えるかな。こんな第一関節が反ってしまうほど力がいる必要ないんです。どういう感覚かというと、ファーを吹くとき、ソーからファーに行くとき、右手は全部空いてますよね。で、これファーに行くときには右手の人差し指を押さえるわけでしょ。で、これね、押さえるって言い方が悪いのね、まずね。もう僕も言うけど、もうね、上から軽くストンと落とす。上からストン、軽いものをストンと、重いものをガーッと落とすんだよね。軽いものをストンと落とす。ストンと落とす。で、指がこの楽器に当たってる感覚を言葉で表すとすれば、ふわっと押さえる。そしたら指にも弾力性が戻ってきて、ね、ふわっと押さえる。ギュッてやるのは絶対ダメです。力入れても絶対塞がりません。上から下へストンと。だからこのその時に例えば右手の上の4本の指がね、これがどこにあるかがやっぱり一番すごい大事なんね。これは例えばこんな風になってしょ、よく言うでしょ。手のひらで楽器持ってるしょ。そうするとファーの時行く時にどうしても腕に近くこういう動きをせなダメでしょ。手首を動かして。そうするともう指先にも当然力入るからストンなんて落とせへんですよ。ギュッて背中の。ところが真上にこう構えてるときに真上にあるとストンストンファーから見に行くときもストンストンふわっと押さえるふわっと押さえる、もう引力を使って押さえる、それだけでいいんです。その方がなんか難しいところを吹くときにも指は軽やかに動く一番大事のなんていうかな条件というかになります。今ソーファーソーファーって吹いたとき、僕実は最初の2回ぐらいになんかちょっと音変やったでしょ。あれちゃんと塞がってなかったんです。で、後の方大丈夫やったでしょ。それは塞がってなかったところを力ずくで押さえるんじゃなくて場所を調整したんです。もう調整って言うほど目に見えへん感じやけどね。だから音が例えばの、まあ、ファーの指が今やりやすいからファーの指で言うけど、他の指も全部一緒ね、ファーの指で言うけど、これをこれがファーがなんか変やなとこんなになっちゃうなという人は力入れてやるんじゃなくて、ちょっとこうやってね動かしてみる、さすってみる、さするなんていう言葉、共同弁かな、撫でてみるかね、こうあかんかったらってやってみる。で、そうやってる時に一番低い音が鳴った時が塞がってる状態です。それ以上下がらへんわけやからね。あ、それ以上は、ね、塞がらへんわけやから。よくね、あの中学生ぐらいのね、あの吹奏楽でも最近そうじゃないかもわからんけどね、フルートの子なんかね、自分の楽器の子はいいんだけど学校の楽器を使ってる子はかわいそう。もうともかく調整がなかなかあのできてなくて、もう普通に押さえ楽器構えてこうやって押さえてもね、音出ないんですよ。漏れてるからもう、ね、だからみんなねギャーッと力入れて押さえてるのね。それでは絶対指フィンガリングっていうね、その指の動き、それ上手にならないですよね。それはもう楽器のせいです。それはね、楽器の調整ができてないから。で、フルートにはタンポっていうね、あのフルートって指で直接は直されないから、まあ、そのタンポという材質というかね、それを介してるわけね、介して押さえるわけね。だから指で押さえるより押さえやすいんだけど、指で直接押さえるより押さえやすいんだけど、そこの調整がちゃんとできてなかったりするとやっぱり結局同じように塞がらなくなるのね。そうすると力入れて押さえる、そうすると指が動かなくなるっていうことになる。それはもうオカリナでも全く一緒です。力を入れて指を押さえては絶対ダメです、ね、原因があるんです。位置がおかしいという原因が、ね、原因なくその原因を考えずにもう無理やり音出そうと思って力入れても、それは何の解決にもなりません、ね、どこがあかんのかをちゃんと自分で考えないとうまくね、なることはできないです。以上、終了。ありがとうございます。